熊本県八代市の松井文庫所蔵品、百鬼夜行絵巻より、五眼の後目は、日本の江戸時代の妖怪絵巻、百鬼夜行絵巻などに描かれている妖怪。他の絵巻物では、親にラみという名で描かれている。目が頭の後ろに一つだけあり、一本の鋭い爪を持つ妖怪である。百鬼夜行絵巻に記載されているのは、名前と絵だけであり、どのような妖怪かは不明である。 同じく、江戸時代に描かれた、絵巻物、百物語か絵巻では同様の格好をした、妖怪が親にみという名称で描かれている。また、国際日本文化研究センター所蔵の、化け物尽くし絵巻にも親白眼と記され同じ姿の、妖怪が描かれている。金蔵紙、異国物語には、後頭部に一つ目を持つ、人々の住む国、後目国についての記述がある。 アトメ人は古くから中国の三サ,サイズ絵などに見え、一つの目が後頭部に描かれている姿という点では、アトメと形は似ているが、命名などについての関係性は不明瞭である。ただカツは五眼の名が秘密は隠し抜くことはできずにいつか知れてしまうことを示すことわざ、後ろの目に通じており、この妖怪が手を後ろに回していることが、後ろで、または後ろ指を指す。 背後を見せていることが、後ろを見せるにつながるといった解釈をしている。ありがとうございます。